開始5分くらいリザートの扱い分かってる。はい、どうも、鈴木一郎の伊藤です。ナイス安貝です。こうちゃんです。そして、どうもこんにちは、ケビンでーす。野崎です。山です。ケビン神宮の渋谷でございます。よろしくお願いし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 ます。コラボを取っていくわけですけれども、今日は何をするんですか？はい、司会の野倉でございます。本日の企画は、チーム対抗 AA 辞書逆再生クイズです。ケビンズ・イングリッシュルームさんといえば、英語企画をたくさんやってらっしゃる感じでございます。英語かペパロニピザ。ペパロニピザ欲しすぎやろ。ということで、今回は、3対3のチーム戦ということで、英語クイズをやっていこうと思います。はい、AA 辞書、つまり英語を調べると英語で説明されてある辞書ですね、の、説明の部分が下から順に出てきます。なるほど。これは何ていう単語を調べた時の辞書の説明ですか。なるほど。何ていう見出しを選ぶと。難しい。日本語で答えるのはなしとしますので、英語で答えてください。おー、なるほどです。フリーフリーだ。俺らも辞書は弱い可能性がある。辞書見たことない。いや、本当に。改めて、3名の方は英語力で言うとどういう感じですか？そうですね、僕はアメリカで生まれ育ってるので、ネイティブレベルで話せるというか、っていう感じですね。言わねえよ、女子。そういうチャンネルだからね。そもそもね。でも僕はフランスに行ってたこともあって、日常会話ぐらいだったら普通にできるかなっていうぐらいではあります。僕はもう全日本人の真ん中ぐらい。バランスのいいチャンネルだな。我々ね、でも言うてもクイズだよ。いや、そうっすよ。そうですね、はい、今回ね、3人1チームなので、はい、3人の中の誰かが正解できたら1点入る。よし、はい、っていう感じです。もし間違えちゃった場合は、その人はこの問題答えてもらいます。はい、なるほど。でも他の2人はまだ答えてない。問題は全部で7問。おー、よし、よし、よし。はい、では参りましょう。第1問、問題はこちら。あ、スタウザー。スタウザー。押したのは菅井さん。タイガー。正解。ヤマちゃんもう少し。惜しかったね。惜しかったね。すごい。なるほどな。逆さまから見ていくので、文章というよりは単語の注目で、最初キャットファミリーなんで猫の中が見えて、ボディとラインが見えたんで、体に線があって、一番決め手はやっぱ黄色と黒、イエローアンドブラック。なるほど。緊迫感すごいね。みんながバカンと押した瞬間、俺全然分かってないわけ。いや、それじゃあ分かりますよ。なんかみんな押したら押さなきゃ。いや、一応全文ケニーさん、ケニーさん読んでもらってもいいですか。優しい。 A large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family. おー、はい、ウォーアスラム。一応目にして黙らさない。よくない、このさ、もうこの開始5分くらいリザートの扱い分かってる。はい、こういう感じでございます。まあ、全部見たらね、皆さんも分かったんじゃないかなと思います。じゃあ第2問まいりましょう。問題はこちら。あっ、もう一人のケミさん。Bless you。 正解。今どこで分かりました？Someone sneezes のその2つ、まあ、誰かが口読みをした時に言うことは、まあ、Bless you、なんじゃないかって。おー、すごい。いいかね。アメリカの文化では、誰かが口読みした時に、その周りにいる人が誰かが Bless you ってこう言ってあげるのがマナーっていう文化もあるので、なるほどね。文化の差出た、これ。誰かくしゃみしたら、はぁ、言わねえ。はぁ、言わねえ。ちょっと、読んでいただいてもらえますか。What did they say? なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんだろう。What you say when someone sneezes? やっぱ、スニーズが、あくびだっけな、くしゃみだっけな、とかなってないしてないわけだ。あくびは4ですね。はい、ということでこれで1対1になります。いいよ、いいよ。はい、じゃあ続いての問題まいります。はい、問題はこちら。
したのはこちゃん。チェンジ。正解です。俺ゾワ。まあやっぱその複数の意味がある単語って考えたときに、まあチェンジってまあ代表的なと思って、下の話がお金の話ってなってぼやしてて、上でなんか変わるみたいになったから、あ、お釣りの話と普通にこう変わるっていうイメージからチェンジ。いやー、お釣りがチェンジっていうのはなんか出ないですね。確かに。じゃあちょっとケビンさんお願いします。はい、To become different or to make something become different. The money that you get back when you've paid for something with more money than it costs. すごい。え、どうぞ。パ正解。うわー、本当だ。今のどこで分かりました？炭酸が入った液体みたいなところで、なんかソーダかポップかそこら辺かになって、その次になんかポピュラーなんとかみたいな感じで出てきて、あ、ポップポップになっていう。すごいね、君って英語できるんだな。みんなそれ分かんないですよ。あんま見たことないです。ゆっくり見ていきます。Modern music with a strong beat which is popular with young people. Sweet drink with bubbles. 泡が入った液体。甘いドリンク。ポップは炭酸飲料だと全部ポップって言うんですか？ポップって言いますね。甘くなくても。ビールみたいな。いや、ビールみたいなのはポップとは言わないですね。日本でいうソフトドリンクに入るもらったらポップって言うのかな。まあ、で、それで炭酸が入ってるのだったら、ミルキンソンとかでも。ミルキンソン、言わないかもしれないですね。ソーダか、カーボネイテッドウォーターみたいな。ちなみに、その J-POP とかじゃなくても、ポップって一単語で使われるってことですか？そうですね。パーってだけ聞いて、その連想させられるのは、なんか何かが弾けた時の擬音語、パーってよく言うので、なんかそれが一番最初に来るかなっていう僕の印象です。ということで、2対2でございます。では参ります。問題はこちら。どうぞ。Catcher in the Rye。正解。USA! 全然わからん。どういうこと？あらすじが書いてあった。そうね、あの青春小説でホールデン・コールフィールドを主人公とするみたいなので、サリンジャーノみたいな。そんな感じか。絶対分かんない。絶対分かんない。絶対分かんない。日本語で書いてあった。やったー。ちょっと待って、見えたとこまでもう一回見せてもらっていい？あ、だから、ホールデン・コールフィールドは、キャッチャー・イン・ザ・ライの、登場人物です。そう、主人公。うん。主人公で、まあ、学校に逃げ出してみたいので、まあ、非常に有名ではない。なるほど。長っ！ってか、どうしよう、長っ。まだまだ続きがあります。これはむずいわ。俺無理だったよ。俺全部読んだら無理だった。ちょっと長くて申し訳ないんですけど、自主精神投げし早いし。 A book by J.D. Salinger about a boy called Holman Caulfield who runs away from school and goes to New York. The book has been especially popular with young people because it describes the problems and experiences of adolescence. これちょっと問題難しいですね。伊沢さんって物知りっすね。そうなんです。すげえな。物知りで売ってます。物知りだとこれ初めて見たわ。え、そうなんだ。毎回見せとってね。みんな1点ずつ取ってる。そうや、こっち、この3点みんな1点ずつ。おお、何だよ、頼むぜ。俺ら取ったっけ、点取ってない。では次の問題参りましょう。問題はこちら。伊沢さん、チキン。正解。うわー、これは。うわー、これは。俺らでも分かったけど。この前の前は、天気が出た時に分かったけどね。いや、上ちゃんと見とかないといけないわ。何反省してんの？俺どうしても2よ。めちゃくちゃ。俺もめちゃくちゃ。臆病。臆病。カオス。
の意味が出てくることをすっかり忘れてた。我々と歌ったらね、まあ、続き見てたら、まあ、こういう感じだね。うん、はい、A common、farm bird that is kept for its meat and eggs、うん、Someone who is not at all brave、うん、ですね。ということで4対2でございます。Having the color of grass or leaves. Mm. Yeah. Connected with the environment or its protection. Young and lacking experience.今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。